みんな、今夜もアルターエゴのイベントに来てくれてありがとう。じゃあ、そろそろ今夜のゲストをお呼びしようかしら。ああ、そうだな。今夜のゲストは、マーメイドだ。こんばんは、マーメイドです。みんな、久しぶり。アルターエゴで共演するのは、ツーマンライブ以来だね。この前、クラブラグーンのイベントに招待してもらったから、今夜はそのお返しだね。借りは倍にして返すのが私の主義だから、今夜は思いっきりやり返させてもらうよ。ダリアが言うと冗談に聞こえないんだよな。みんな準備はいい？じゃあ早速始めましょうか。あれ？おかしいな。どうしたの？沙織さん、パソコンの調子が。さっきまで何ともなかったのに。大丈夫？予備のパソコンに変えてもらう？いえ、なんとかなりそうです。始めてください。よーし、じゃあ行ってみようか。まずはこの曲から。フェイクオフ。何？急に照明が落ちたぞ。どうなってんだこれ。停電？このタイミングで？いや、これは停電じゃない。ええ、電源は生きてるけど、照明装置の操作ができなくなってる。私のパソコンも動けません。まるで誰かに乗っ取られたみたい。一体何が起こってるの？ん？どうしたの、リカ？今、誰かの笑い声が聞こえたような。みんな、今日はお疲れ様。一度中断しちゃったけど、その後無事に再会できてよかったね。うん、マサキさんが海外に出張中だから、イベント中止にでもなったら大変だったよ。しかし何だったんだよ、あの機材トラブルは。しばらくしたら何事もなかったみたいに治ったけど。沙織、さっき誰かに乗っ取られたみたいって言ってたけど、実際そんなことが可能なの？音響や照明のコンソールはパソコンを通じてネットにつながってるからできなくはないと思うけど。でもパソコンがウイルスに感染した形跡もなかったし、人の手で遠隔操作するのは無理じゃないかな。ですよね。目的もよくわからないし。リカも笑い声が聞こえたって言ってたわよね。あれは本当なの？うん、女の子の声がしたよ。みんな聞こえなかったの？いや、正直それどころじゃなかったというか。もしかしたらそれって霊的なあれかな。まさかお化け？アルターエゴにお化けがいるわけないだろう。誰か動画撮ってたやつとかいないのかよ。ライブは撮影禁止でしょ。確かに映像が残ってれば確認できるけど。残ってたわよ。ライブの記録用カメラに映像が残ってたの。スタッフにデータをコピーしてもらったわ。さすがヒーローだね。それで何かわかった？ええ、ちょっとこれを見てくれる？よし、じゃあ行ってみようか。まずはこの曲から。これって機材トラブルが起きる直前よね。そう、この後すぐに映像が途切れるわ。え、なんか映った？やっぱりお化け？こう、抱きつくな、ダリア。映像はここで途切れてるわ。まさか、さ
さっきの子が機材トラブルの原因ってこと？まだそうとは言い切れないけど、何か関係があることは確かじゃないかしら。でもどっかで見覚えのある子だったよね。どういうこと？マリカ、お化けと知り合いなの？いや、話せ。言われてみれば私も見覚えある気がする。渚くらいの幼い見た目だったよね。だとすると、ウニちゃんとしのぶでしょ。あとくるみとミーコとミチルと、それから